どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。ウカでございます。さあ、やっていきましょう。公式戦、1回戦。稲佐山高校との対決です。いきましょう。じゃあ、3。ホームチェック、急速。あ、さ、はい、おはようございます。はい、甲子園、出場、練習になる。いいね、はい。やる気、そう、テンション上げていこう。いいじゃないですか。さあ、公式戦。お、ちょっと、これで急速でも上げとくがいいっすよね。そうした方が。さあ、行きましょう。クロセだけストレッ、あ、まあ、いっか。はい、公式、始まります。強豪ぞれ、どこの手前で必ず勝ちましょう。もちろん。張り切っての3人、岩見沢、川野、内川、どうしようかな。じゃあ、内川で行こうかな、今回は。打率的にも内川を信頼したらいいかもしれません。行きます。はい。いや、もうこの流れはちょっと大事にしていきたいですね。投手としては、戸川いいけど、ちょっとな、戸川で行ってみようかな、少し。いや、でもね、信頼度の高いピッチャーを出した方がいいと思うんですよね。今考えたら。だから、まあ、練馬で行きましょう。で、いざという時は戸川を出す。そんな感じで行きます。問題は相手の能力なんです。注目すべき点は。なんとか頑張っていきましょう。これは本当に、このチャンスを逃しちゃいけない。せっかく甲子園の土をね、数年ぶり、何年ぶりだろう。すごく久しぶりに踏んだのでね、行きましょう。一塁側、長崎県代表、稲佐山大学附属高校。三塁側、栄光大学附属湘南高校ですね。あ、神奈川代表のね。前評判が C。あ、一応 B だから若干俺の方が有利なんですよ。若干だけね。ほんのちょっと。おっと、いきなりチャンス、1点入りましたね。来た。で、内川、5番。あ、いきなりですね。さあ行きましょう。思いっきり、じゃあ。引っ張ってみようか、思いっきり。頼むよ、内川。頑張れ。頑張るの、内川。やれるだけやってくれ。よし、当たり、オッケー、進塁だ。お、帰ってくるか、これ。あ、来た。どうだ、よーしゃ、2点目。素晴らしい。いいよ、2点先制。いいじゃないですか。3点先制。いいじゃん。内川。3点リードですね。ここで思いっきりじゃあ引っ張ってみようかな、ここで。ガンガンと。おー、フェア。あー、惜しい。あとちょっとでフェアだったんですけどね。長打コース。まあ、いや。うん、ブルヒッター持ってたらよかったかも。おーっとー、内川やるじゃない、来たー、130メートル弾来ました。来たぞ皆さん、これでかいっすよ。はい、ありました、4点目。ここ大事ですよ、本当に。しっかり内川がね、しっかり打ってくれてる。おーっと、さらに5点。あ、ノーアウトランナー1塁、チャンス。雨宮いいじゃん。ここで使うかな、闘魂発動。やっちゃいましょう、もう畳みかけよう、ここで。で、それで引っ張り、頑張れ、天宮、やってこい。おぉ、よし、あ、落ちるか、あ、くそー、ナイス、あ、タッチアップ、よし。よし、1点入った。6対0。タッチアップでね、よかった、結果オーライだわ。さあ、そして、ワンアウトランナー、1、3塁。内川、来ました、内川、今日絶好調。思いっきり行こうかな、ワンアウトだし、ヒットエンドラン、かますか、ヒットエンドラン。失敗、あ、オッケー、結果オーライ。よし、ふわっけ、ラッキー。さあ行きましょう。じゃあ、思いっきりここは、ちょっと、流し打ちしてみようかな、今度は。引っ張りじゃなくて。頑張れ、よし、オッケー、投げた、よっしゃ、ヒットエンドラン成功、行きましたね、今ので。ヒットエンドランが生きた、イェーイ。7対0。いいですね。さあ、そして中山。頑張ってくれたよね。1年生じゃなくて2年生でしたね。前回間違えてましたけど。ラッキーボーイ使うか。チャンスだし。どうしよう。流し打ち。いや、また、盗塁しよう、盗塁。うん。盗塁しましょう、盗塁。盗塁。おい、オッケー。よっしゃ、ワンナートランナーにさ。間違えました。危なかった、今、早く。そして、ほい、教師積極の、最悪犠牲フライでもいい。それぐらいの気持ちでいきますよ。頑張れ。よっしゃ、犠牲フライ入るな、これ。バカーもするよ。ゴー、いいよ。犠牲フライでも1点ずつ返そう。よし、1点ずつ取っていこう。8対0。いいね。藤井。ここ大事だよ。超ファイト。畳みかけるか、ここで。思いっきり。で、それで、はい、ミート積極の、流し打ち。頑張れ。よ、打率4割を見せてやれ。よーし、いった、いけ、入れ、いけ、よっしゃー、10点差だね。いいよ、それだよ。来たぞー、急に来たぞー、イェーイ。素晴らしい、これは。そして、7回表攻撃、まだ行きますよ。内川くん、今日ね、3打点、すごいです。思いっきり引っ張っていこう。ワンアウトランナー1塁。おい、危ね、今走らせるとこだったよ、うっすら。おっしゃーい、行くんじゃねえか、あー、行かない、よっしゃ、でも行け、超だ。ワンアウトランナーに三塁、ノーアウトランナーに三塁、いいね。もっと畳みかけますか、さらに。中山、行こう。ここはもう思いっきり引っ張っていいかな、頑張れ。
思いっきり引っ張ってよ。三振でも、おっと、え、嘘、中山、マジかー、巻いたー、ポール巻いた、すげー、おい、覚醒してるじゃないか、2年生中山。なるほど、金本に負けないように俺だってやれるんだというところ見せてるじゃないですか。うわ、次世代スラッガーとしての地位をね、どんどんちょっと自分のものにしようって頑張ってますね。行きましょう。ここは、強振積極、くせ者、いや、お任せでいこう。いや、お任せ、くせ者使っちゃうか。せっかくだから。使っちゃいましょう、もう。多分、待って、さすがにもう待ってこないだろ。うい、なあ、抜けた、くそ。まあ、いや、セーフ、あー、ダメか。まあ、いや、よし。ワンアウトランナー二塁。雨宮、行きましょう。ヒットエンドランかますか、せっかくだから。ヒットエンドラン。よっしゃ、成功、ヒットエンドランバックホーム、よし。うーい、ワンアウトランナー一三塁。さらにチャンスは続くよ。どこまでも行きます。来た、4番。期待の4番。ここで使います。強心臓、チャンスに強くなると。強心積極、最悪犠牲フライでもいいよというところ見せてろ。相手疲れてるから、足だ。チャンスだよ。疲れてる。よし、あー、タッチアップか、これ。落ちるかも。落ちた、あー、落ちなかった。でもタッチアップ、OK。いやー、さらに点数取る。14点目。14対0です。ピッチャー交代かな？だね。はい。内川行こうか。内川やべえな、本当に今日は。じゃあ思いっきり行こう。そろそろ使います、精密機械。引っ張ってみようか、どこまでも。頑張れ。よーし、行った、行っただろ、行っただろ、これ行った。おー、すげえ、内川。来ました。おい、どうした今日。すごいね、うちの打線は。はい、16対0。いや、これ記録更新じゃねえか。しかも結構、以前は、あんまりか、強くないチームからこんなに点数もらって、で、今回は割とそれもう格上、てか、本当にいいレベルのところとやってこの点差ですからね、かなりいいんじゃない？ちょっとせっかくなんで、使っていきましょうか、2年生。うん。点差もあるし、2年生で勝ってみましょうか、ここは。次世代のことを考えて。ファイト、調子使って、ワンイニング。変化球中心、ゲッツーシフトで、臭いところ攻めるよ。頑張れ。よっしゃ、追い込んだよ。いいよ、2年生。よっしゃ、いいよ、2年生。ツアート。おい、塚田、1年生。あ、じゃ、1年生じゃない、2年生ね。2年生対決いいじゃないですか。はい、外角へ。頑張れ。ボール、危ない。よっしゃ、オッケー、取る。ナイス、惜しかった。ナイスキャッチしたと思ったんだけどね。いや、よく飛び込んだ。うん、ナイガツ。いい守備してるじゃないですか。さあ、そして、ここは、低めだね。高めが危険すぎる。足原、足がつく人多いな、相手のチーム。おい、よっしゃ、オッケー、行こう。ゼロで抑えた。ナイス。さあ、あとは裏ですよ、裏。うん。ほい。磯上代打でいいよ。あ、来た。ノアとランナー二塁。ツーベース打ったんだね。本堂もホームラン行ったんだ、今日。いいじゃん。はい、強心臓。チャンスに強くなる。強心積極の、ヒットエンドランはダメだ。流し打ち。頑張れ。さらにちょっと叩き出すよ、これ。ちょっと思いっきり。頑張れ。フォアボール？うぇい！よっしゃい！ラッキー。いいじゃないですか、これ。よっしゃ、入りました。17点目。うん。いいよ。はい。で、ここで、磯上に代打を出します。代打。で、ここで満を持して登場。はい、柳田。ギータ行こうか。1年生。すごいな。打率1割だ。なんだかんだ言って。はい。究極の思考発動。思いっきりちょっとここはヒットエンドランかますか？やってみよっか。行け！失敗！くそ。ちょっと間違えましたね。はい。裏、ピッチャーを変えていく。誰だ？あ、戸川で行くか。なるほど。いいよ。じゃあ戸川で行こうか。おい、じゃあ精密機械、これは1打席だからまだいいな。はい、変化球中心で。行きましょう、思いっきり。おい。頑張れ。よっしゃ、追い込んだ、いいよ。よっしゃ、ど真ん中スライダーでしたね。はい。4番なんやな。まあ、点差は点差だから完封リレーしちゃいましょうか、ここはもう思いっきり。おい。よっ。よっしゃ、はい、ファール。いいよ。はい、追い込んだ。どうだ？よっしゃ、セカンドゴロ。おい、行こう。よし！ワンアウト。そして岡村と。4番、5番だね。はい、5番もでもいけると思うんだよな、多分このまま。いけると思うぜっていう。ストライク、よし、よ。はい、あ、フォアボールになっちゃうか、俺。あー、そっか。ここで使うか。セミス機械。ここで行きます。低めに。ですね、ポーカーフェイス持ちはあんま困るんだよな、ちょっとこちらとして、いたしましては。うい！疲れを見せなくなるって、あー！ちょっと待て、切れろ、うわー、いいフェア。あー、くそー。うわー、ランナーが進む、ちょうどいい高さですよ。まいった。ここで抑えよ、しっかり。あ、今日初めてのヒット？それでパーフェクトで抑えたってことだよね。すげえな、そしたら。はい。
抑えるよ、ここ。しっかりゼロで抑え、まあ、最悪1点取られてもいいや、もう。よっしゃ、セカンドロー、よーし。よーし、抑えました。はい、勝った。まず、勝利。結論17対0で勝てましたね。よかったよかった。ありがとうございます。ね、じゃあ、今度はね、俺歌わないんで、ちょっとみんなで聞きましょう。いや、歌うか。歌おう。やっぱり。うん、歌います。ちょっとごめん、麦茶飲んで。あ、間に合わない。いいや。歌いまーす。みんな歌いましょう。輝く瞳に未来が映える。見上げる青空希望を胸に。いざ羽ばたこう大会へ。誉れ高き若者よ、青春の旅いざ行かん、ああ湘南高校。いいね、初戦突破です。いやー、かなり順調な、勝ち方でしたね。16対0。いやー、ここも途中でコールドでやめてあげてよって感じだったと思うんだけど、やっぱり止まりませんでしたね。はい、ホームラン6本ですよ、自分。素晴らしかった。よく頑張った。いいね。はい、やった、勝ちました。いいですよ。お、結構上がりましたね、信頼度。おー、金本も中山も上がりましたね、信頼度。マックス、だから、信頼度がこれ以上上がらないっていうのは、要は信頼度マックスってことなんでしょうね。よかったよかった。よし、ありがとうございます。かなりいいペースで上がってきましたね、ちょっと。はい。はい、あ、いいね。超ノリノリ。いいじゃないですか。さあ、ここで、あ、青が連続で続いてるんだったら、データで、アイテム、緩和極意書、これでいきたいと思います。うん。ここでひたすら青を踏んでいきたい。せっかくなんで。うい。お、疲れてまった。まあ、いいよいいよ。で、それで、差し入れ。いいね。テンション上がった。そう。信頼度。いいよ。お、業者導入。機材交換券。ちょっとごめんなさい。喉がちょっと調子変なんで。次へ。何を使うか。機材、これだね。機材お楽しみ。はい。はい、続けて購入。2000ポイント。はい、買いまーす。次へ。次へ。お楽しみ交換券。はい、買いまーす。もうやめるや。いいや。はい。お、練馬。何？練馬なんて言われてんの？関東の剛腕。来たね。はい、うかいがなく。お、贈り物。何？来た。ノックバット交換券。ありがとうございます。美味しいね。いや、嬉しいことしてくれますね、校長も。あ、投手力上がっ、だいぶ良くなってきたね、投手力。じゃあ、せっかくなアイテム使っていきましょうかね。なんだっけ？これだ。お楽しみ交換券。おい！ダンベル！あ、ダンベル！あったっけ？あ、マスラー！マスラー？どこだ？チューブ、あれ？あれ？機材交換券。あ、もう導入したのか、毒の塔に。ですよね、多分。ちょっと見てみましょうか。どうやって？これか？今？今まで最高なんじゃない？グラウンドレベル80って。いいっすね。ありがとうございます。これ、ミニハードル、ラットマシン。見たことないやつが結構あるからいいですね。マスラーってね、本当に。実際。今まで使ったことないやつが増えたっていうのはかなりいいんじゃない？うん。よしよし。で、1のベースランニングでちょっと少し、はい。調子を上げていきましょう。これで、学力だけか。まあ、いいや。お、なんだ？関東のスピードスター、富士。いいじゃん。なんかちょっとすごいいい感じになってきましたね。というわけで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。